はい、おはようございます。桑でございます。私はですね、昨日の夜、ニューカレドニアに再度戻ってきて、今はですね、ニューカレドニア内のヌメア近くのホテルに泊まっております。本日はですね、実はもうニューカレドニアもバヌアツも最終日ということで、今日はですね、一日基本フリーなんですが、朝ごはん食べて、伝統文化の、なんかこう、オセアニア地域の、なんか歴史を学べるよみたいなところがあるんで、そこのね、建物がかなり美しいみたいなので、そこにちょっと寄ってみたいなと思っております。で、その後は、また戻ってきてお土産とかを買いつつ、夜ご飯を食べ、シャワーを浴び、今日の夜25時50分ぐらいにですね、このヌメアから、東京成田に戻る、便に乗る予定でございます。なのでね、まあ明日の朝もう7時50分とか8時ぐらいには東京にはいる予定なんですが、それまでね、ちょっとまあ時間もあるので、まずはね、朝ごはん、なんか近くにパンケーキっぽい美味しいお店があるみたいなので、ちょっとね、今9時半とかなんですけども、そこにちょっと行ってみたいかなと思っております。それでは行ってみよう。朝ごはんを食べに向かうんですが、ここが泊まっているホテルで、もう目の前にはね、完全にめちゃくちゃ綺麗な海でございます。こういう海辺を散歩するのは最高ですね。風もありますが、ちょうど良い暖かさで気持ちいいです。レモンベイカフェに来ました。かなりパンケーキも美味しそうです。はい、まずはマンゴーのスムージーです。上にブルーベリーとココナッツも入ってます。マンゴーのスムージーはめちゃくちゃ甘いというわけではなく、さっぱりとしてかなり美味しいです。そしてその間にパンケーキも来ました。目玉焼きとベーコンとパンケーキ、なんだろうこの店です。はい、朝ごはんのパンケーキとマンゴースムージーを食べ終わりました。かなりね、ボリューム意外と少ねえかなと思ったんだけど、意外とボリュームがあって、もう満腹中の満腹です。で、今回はね、まあちょっと時間が全然あるんで、海の方で日向ぼっこしてホテルに一度戻り、チュバナカルチャラルセンターみたいなところに行きたいと思ってます。どうやって行くのかちょっと分かんないんで、とりあえず多分タクシーしかないんだと思うんだけど、タクシーしかね、手段がないと思うんですが、まあそれを使ってね、行きたいと思っております。かなり、今海が綺麗ですね。やっぱりこの近さに海があるのはいいよね。めちゃくちゃ綺麗です。ですね、ゆっくりしていたらかなり昼になってしまいました。これからですね、チバウ文化センターと言われるんですね、なんかいろんなオセアニアの地域の文化が詰まったような、外見がとても綺麗な場所に行ってみたいと思います。多分ね、タクシーで20分ぐらいかな。なので、ちょっとですね、まあフロントに頼んでタクシー呼んでもらって、行ってみたいと思います。まあフロントでタクシーを呼んでもらってます。フロントにですね、日本人の方もいらっしゃって、全然日本語もなぜか通じました。まあね、帰りにタクシーを呼べるらしいので、チバウ文化センターの受付に言えばタクシー呼べるみたいなので、まあ、タクシーに行ってタクシーで帰ってきたいと思います。はい、というわけでタクシーに乗り込みました。海が青いです。銀行は日本語でも書いてあります。チバウ文化センターまで来ました。ここでね、チケット買おうかな。はい、というわけでですね、チケットを受け取りました。2個目のセカンドのなんかを右に行けと言ったので、それに、従っていきたいと思います。結構ね、広い敷地内でこういう風に
結構ね、広い敷地内でこういう風にマップももらっていろいろ書いてあるんで、後でゆっくり見たいと思います。結構広い敷地ですね。セカンドライトって言ってました。日本語でも案内が書いてあります。ようこそなんて書いてあります。なんかちょっと脇道にそれた道を歩いていく感じです。なんか別にどこでも写真撮っていいよとは言ってたので、まあせっかくなんでね、リップマップです。この山道をこうやって登ってきたところに、このままね、まっすぐ行くと受付があるみたいですね。木彫りのワニ。ここにはハワイでいうティキ的なものが並んでます。後ろに見えてる割れた卵の中にですね、いろいろオセアニアとか、カナダとか、ニューカレドニアの人々の文化とかが学べる場所が存在していました。まあ別にあんま来ないんですけど、ちょっとまあ時間あったんでね、まあいい勉強にもなるかなと思って来てみました。でも結構ね、後ろにというか全体図はこんな感じですね。全ての施設をね、見終えたので、今からまたタクシーを呼んでもらってね、最後にまたお土産を買おうかなと思ってるので、お土産を買いにアクアというお店のね、ヒルトンのショッピングモールがあるとこに入ってるみたいなんですけど、そこでいろいろちょっとね、商品とか見てみたいと思います。とりあえずタクシーを呼んでもらおうと思っております。このね、アクアというお店が日本人も経営してて、全然日本語で喋りかけてきてくれました。ヒルトンのショッピングモール内にあります。まあね、ちょっと散歩がてらただ見てみるのもいいかもしれないです。結構日本語のね、説明書付きで、商品が売ってたりとかするので、なんかお土産にも分かんないってことなくていいかなと思います。はい、本日のね、最後の晩餐となりました。バヌアツニューカレドニア最後の晩餐となりました。今回はですね、もうちょっとホテル、飛行機のね、移動の時間、まあ9時40分ぐらいにホテルの前に迎えに来てくれて、そのから、まあ空港に向かってっていう形なんですけども、荷造りとかもあるので、ここのね、ホテルからちょっと歩いて行ったところに、もうしちゃおうかなと。思っております。で、なんとなくね、お米と魚が食べたいので、もうちょっと、ね、肉とポテトはかなり飽きたという感じなので、肉じゃなくてお米と海鮮系が食べれるようなところが、ちょっと今 Google マップで調べたらね、あったので、メニューがあるか分かりませんが、ちょっとね、歩いて、ちょっと探してみたいと思っております。前なんですけど、まだ海に入っている人も結構います。ニューカレドニア最後の夜はバーみたいな感じで来てみました。ライブミュージックも楽しめるみたいです。ちょっといろいろメニューがありすぎて分かんないぐらいです。ピザにしようかな。最後のニューカレドニアの夜は、ビールとまさかのスペイン料理で締め落としております。まあ、機内食もあるんでね、そんなに多くは食べないようにしようと思って、とりあえずガーリックシュリンプと、パニーニだけ頼みました。とりあえず到着を、食事の到着を待ちます。謎の演奏は始まっておりますが、ガーリックシュリンプとパニーニです。パニーニがでかい。ガーリックの味がして美味しいです。あんまり食べないつもりで来たんだけど、意外とね、量あるよね。ここからですね、まあちょっと最後の荷物のまとめと、まあチェックアウトして、空港にシャトルが迎えに21時45分に迎えに来てくれるみたいなので、まあね、
シャトルを待ちつつ、まあ、シャワーとかも浴びつつ、待ちたいと思います。